1987年度に撮影された国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境を流れる木曽川と犬山東市港ライン大橋猿卓上から望む日本ライン下りの遊覧船猿卓上から望む木曽川と鳩吹山方面の山々犬山橋下線上日本ラインとは 岐阜県美濃加茂市から愛知県犬山市にかけての木曽川沿岸の峡谷の別称。風景がヨーロッパ中部を流れるライン川に似ていることから志賀重隆によって命名された。かつては和泉を用いて全長1 3キロメートルにわたって渓流の美しさを味わいながら約1時間半の川下りウーランができる日本ライン下りが運行されていたが営業休止となり、 現在はラフティングが楽しめる。日本ライン付近での遊覧船事業は、犬山うかいを1899年に再興させた、うかいかまさぶろうが、1914年に犬山通船を設立し、現在のカにし、土田までの遊覧船事業、ライン登りを開始したことに始まる。犬山通船による事業は土田までの交通の便が、悪く短期間で廃業となり、 その後1922年に高山本線古井駅の開業に合わせ古井優先が設立され青柳橋から犬山城下までの運行を開始し日本ライン下りの端緒となった。また1924年には三宅徳三郎が土田の大脇港から犬山城下までの運行を行いまた1927年に 大田優先組合が設立されライン下り観光が本格化し、1929年には取り組み遊覧組合が坂保議町の行行岩から土田までの運行を開始。1940年代には今渡りダム完成に伴い古い港からの発着が終了し、第二次世界大戦の影響で運行が中断され、戦後1947年には美の大田優先、 日本ライン観光が設立され、1948年より運行を再開し、大脇港からのコースは荒廃し、今渡りに乗り場が開設されかに号の急流を組み込む形となり、1958年に、美濃大田優先と日本ライン観光が統合し、日本ライン遊覧船を設立。その後名古屋鉄道司会社、日本ライン名鉄優先の運営へ移行する。 名古屋鉄道による遊覧船事業。運行区間は、岐阜県美野加茂市にある美野大田城線場から、愛知県犬山市にある犬山橋下線場までの約 13km であった。例年3月10日から11月30日まで運行が行われた。名鉄犬山線犬山遊園駅から終着点の犬山橋下線場までは徒歩約5分。 犬山毛線上と美濃大田乗船上を結ぶ専用バスが運行され、マイカーでの観光客のアクセス手段となっていた。2006年までは、JR 高山本線、JR 大田線、長良川鉄道、越南線美濃大田駅から美濃大田乗船上を経由して、名鉄広見線に本ライン、今渡り駅や蟹駅へ向かう東納鉄道の路線バスが運行されていた。 1950年代以降は、下流から上流へのトラック運搬による優先運搬やエンジン付きの船を導入し、昭和40年代後半に最盛期を迎え1973年には、蟹市川24万8千人、三加鴨市川49万5千人の集客を記録した。1969年頃までは乗船場は、三濃大田ではなく蟹川駅近くの蟹市、 土田地区にあった。1993年11月28日、観光船が、カニし付近で岩に乗り上げ転覆し、乗客30人が川へ投げ出され、1人が死亡19人負傷の事故が発生。2002年度までは、駅からのバス運行や美ノ・オタのレストハウス日本、ラインシュロスを含めて運営していたが、利用者数が低迷し、さらに、 名古屋鉄道の鉄道以外の事業の不採算が拡大し、2003年3月期の中間決算が上場以来初の無敗となる事態が発生したとにより、2002年12月に運休した。2003年1月に発表された名古屋鉄道の経営合理化策で、日本ライン観光は整理対象となり、同年中に生産された。日本ライン観光生産後、 地元資本による木曽川観光が事業を継承し2003年7月に運行を再開。急日本ラインシュロスの施設は、美ノ加茂市の校舎が2003年に購入し、同駐車場はゴミ回収場として使用されたが、2009年に解体された。しかし利用者数の減少に歯止めがかからず、また2011年8月17日に発生した。 天竜川川下り船転覆死亡事故の影響もあって利用者数の回復も望めないことから2012年12月18日に木曽川観光は2013年度の運休を決定したその後は2019年時点でほぼ同ルートの美濃加茂市大田橋付近から犬山市桃太郎神社付近にて犬山国際ユースホステル伊原フティングの 木曽川ラフティングと2018年に参入したリバーポートパークミノカモの木曽川アドベンチャーとしてラフティングが提供されている。またかつて使われていた和船は犬山市の犬山橋付近と桃太郎港の間で11月に運航される桃太郎港用船や犬山橋付近から犬山城付近を周遊する木曽川観光の犬山城遊覧船事業にて用いられている。 犬山市には犬山城をはじめ遊園地や野園公園などの観光施設があり、周辺一帯がライン下りとともに観光地を形成している。日本モンキーパークはかつて犬山ラインパークという名称で運営されていた。ABCDE 日本ライン下りの歴史、カに後期、川下り船等の安全性に関する調査報告書。 日本小型船舶検査機構、日本ライン下り姿消す木曽川、13年に、日本経済新聞、2012年12月19日、木曽川、水系、日本ライン下りの痕跡中日新聞、2020年11月21日日本ライン観光に、関するカテゴリー。ありがとうございます。